何を見に行くアーペンハイマー。一言、ジョン !55 からのハッピーライフそいつのおかげでいっぱい死んだんだよ。今頃地獄だな。ね、うん、まあ賛否両論でみんないろんなこと言ってるから、自分で見て、自分でどう思うか確かめたま真実かどうかわからないしさ。 で映画だから、まあ、脚色もされてるだろうし、だけど、要は原爆なんてものをこの世の中に作ってしまったから、うんね、まあもちろん落とされた日本もあるけど、いまだにその脅威に発らされてて、核を持ってる国が抑止力になるみたいなさ、うん、いザとった核撃つぞみたいなさ、ことを北朝鮮にしろロシアにしろ言ってるわけじゃん。だけど、核っていうのは、ほら、要するに、筒に埋めようが海にあれようがさ、消えない、消せないものなの。 ニューヨークのジャーナリストなんだけどさ。ニューヨーヨク週刊生活 ってていいうのを書いてるね編集長が今週の編集後期っていうのがあってさ皆さんこんにちは先週のメルマガのこの編集後期で映画「オッペンハイマー」のことについて書いたのでもうそれでやめようと思ったんですが同時上映されたバービー人形の SNS で原爆のお笑いのネタに配給元のワーナーブラザースが謝罪して投稿を 削除するなどの新たな波紋が広がりこれはやっぱり紙面で記事にしておかなくてはならないという気になったので今週号の一面と五面で原爆投下に関する日米の認識の落差をしっかり書き留めておくことにしました西海岸ワシントン州のリッチモンド高校の交渉は何時のコぐも同校にあるハンフォードは反戦中に長崎に投下された原爆の製造工場があった町で 道町の住民は、住民の多くは、町の歴史に誇りを持ち、生徒たちのほとんどが今なお、原爆を落としたアメリカは、第二次世界大戦を終わらせたヒーローであると信じています。日本人としては何てもやるせない思いですが、戦時中に旧日本軍もまた原爆開発を進めていたという事実は、日本の国民にあまり広くは知られていませんし、伝えられていません。 日本陸軍は1939年4月に陸軍航空技術研究所の安田武夫所長が理化学研究所、かっこ理研のえこれ何て読むんだろう、なんとか吉尾教授に原爆の研究開発を持ちかけています。に西名 博士は日本にウランがないことから断りますが、戦局が悪化した陸軍は1943年、起死回政策として原爆に望みを託し、再三に渡り打診。西名は原爆開発を1任します。研究班には、後にノーベル賞を受賞する湯川秀樹や 朝永慎一郎がおり、研究を断れば彼らも戦地に送られる可能性があったそうです。西名の名から二号作戦と名付けられました。一方の海軍は1942年に核物理応用研究会を発足させ、京,帝京都帝大、か現京大の荒勝文作 研究室に原爆の研究開発を委託しましたが、米国でも今度の戦争中の原子爆弾実現は困難との結論を出し、1943年に断念しています。そんなことが本当にあったのかと思い、今から30年近くも前になりますが、まだ私が前の会社に いた頃ワシントン DC 郊外のベセスダにある米国立公文書館に行って調べたことがありますインターネットもまだなかった頃で日付とタイトルを係員に伝えると1時間ぐらい待たされダンボール箱を5箱ほどカートに乗っかって運ばれてきましたそこには戦時中の朝鮮半島のホナンという町における旧日本陸軍の地下軍事施設に関する米軍の英文資料がありました 地下は町のようになっていて、工場、病院、学校などがあったと記され、民間の軍事雑誌には日本軍は日本海で原爆の実験を行い、ほのかな明かりがぽっと曇り空で光ったとの記述がありました。私の前職のデスクが何、えー、とかされることのない歴史上の謎という見出しをつけていました。 そのことについては、後日、利権は東京で記者会見を行い、原爆の研究はしていたが、実験はしていないと明確に否定し、日本の新聞の社会面に小さなベタ記事で報道されたのを覚えています。う、エドウィン・オー・ライシャワー元州日米国大使は、後年、核兵器開発は戦時中、どこの国も進めていて、最初に成功させた国がまず最初に使うだろうといます。 思われてていいたと語っています日本が核兵器の製造に成功していなくてよかったです。世界で核の威厳が高まる現在、世界の中で唯一の被爆国の日本ですが、結果的に被害者になっていただけのことかもしれません。まかり間違えば加害者になっていた可能性も一歩下がって知っておくことは無駄ではないでしょう。歴史は変えられませんが、未来は変えられます。 今週号は盛りだくさんです。それでは皆さん、良い週末を週刊ニューヨーク生活発行人兼 CEO 三浦良一っていうことで、今週のね、ニューヨークの新聞の編集長がこういうメルマガを送ってきてたです。来てたすごく興味深いことだったと思うし、三浦さんがね、言うように知っておいてもいいかなという情報なので、これそのまま いつもね、あの、こういう記事が出たら、あの、領事さん、転送してもいいですかって、OK もらってるんで、ご本人から、まあ、今回、このことについては OK もらってないけど、以前からも、あ、どんどん使ってくださいって言われてるので、ここにも載せたいと思いました。で、それとは別に、彼はもう見たって言ってたんだけど、私はね、まだ見てないんだけど、見ないと思ってたんだけど、やっぱりここまでこう、いろいろあるし、 なぜ見ないかって言ったらやっぱり分かんないと思うからなんですね。だからちょっとどれぐらい理解できるかっていうのが分かんないけど、まあ、リリーと一緒に行って解説付きで見たいと思います。で、まだね、日本ではね、公開が決定してないから、もしかしたら公開されないかもしれないんだけど。されるわけないじゃん。うん。今回のお話は、彼の自伝だからさ。 やっぱり彼はその後すごく葛藤とともに生きてるすごく後悔してこそんなこと言ったところで、ねうん、日本のもの上映したら批判の的であまして今の時期まあね他の都合のいい映画にしかなってないと思うよ <laughs>、うん まあ多分アメリカ人の監督によってその小説もねアメリカ人のだし脚本もアメリカ人だからもちろんアメリカサイドのお話だとは思うんだけどその彼オッペンハイマーっていう人のその心の内っていうのは誰にも分かんないけどさでも一応は彼のことを描写してるっていうことだからさまあそれがどういうふうに描かれてるのか興味あるなと思ったんでまあ 私の読解力でどこまで理解できるか分からないんですが。